松山中央公園は愛媛県松山市にあるスポーツ施設群等を有する都市機関公園。愛媛県武道館屋内運動場等級練習場内部施設は松山市が所有し公益財団法人松山市文化スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。また公園内にある愛媛県武道館については施設は愛媛県が所有し 公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理する。地理的には松山市の南端にあるが松山平野のほぼ中央に位置していることから近隣にある愛媛県立松山中央高等学校と同様に名称に中央を入れている。市内には名称の似ている公園として松山総合公園があるが所在地が異なり、 スポーツ施設はない。他に、スポーツ施設を有する大規模公園としては、県が管理する愛媛県総合運動公園が、松山市と伊予郡戸部町との境にある。松山市中心部にある、城山公園には、野球場、競輪場のタプール、テニスコート、ラグビー場、弓道場などのスポーツ施設があったが、いずれも戦後の復興期から高度経済成長期に、 建設されたもので老朽化が著しく、市民からは新しい施設の建設要望がたびたび上がっていた。しかし、城山公園は国の史跡である松山城の敷地にあり、地下には貴重な文化財が埋蔵されているため、抜本的な改修や新たな大規模施設を建設することは困難だった。そのため市は、城山公園内についてはこれらのスポーツ施設を撤去して、 緑地公園都市、市街地南側の室墓西地区に都市計画決定されていた新しい公園内に各施設を再整備する方針を発表した。こうして順次各種施設が建設され、平成12年に坊ちゃん、スタジアム、平成15年にマドンナスタジアム、屋内運動場、武道館、平成17年にプールと競輪場が完成した。 昭和23年7月完成、昭和25年1月完成、昭和36年8月完成 ABC 昭和28年完成、平成5年大半は1両、または2両編成の電車であるが、いよし駅より南の始発の便は、起動車である公園の種類松山市ホームページ2017年8月29日、更新2017年10月29日閲覧、アクセスマップ。 愛媛県立松山中央高等学校2018年11月10日閲覧学校紹介愛媛県立松山中央高等学校2018年11月10日閲覧エビ掘りのうちにスポーツ施設を作れないのですか松山市コールセンター FAQ2017 年10月29日 閲覧件告第告千第3845号昭和43年12月28日松山市都市整備部都市政策課松山市の都市計画2001年42ページ市政用欄松山200434から35ページ松山外環状道路インター線ご利用案内図国土交通省松山河川国道事務所2017年10月12日 閲覧松山市体育史編集委員会松山市体育史1989年城山公園内各施設の建設年代は本省参照した。ありがとうございます。